ナンバー・アンダーライン・アイの新曲、ボンはと笑いの融合に世界が驚愕盆栽とたらい落としナンバー・アンダーライン・アイが新曲、ボンで伝統と笑いの新境地へ。ナンバー・アンダーライン・アイが5月27日にリリースしたミニアルバムの、のオーリングに収録されている新曲、ボンのメイキング動画が公開され、ファンたちは大いに盛り上がっています。この新曲は盆栽をテーマにしており、 そのミュージックビデオは和テイストがふんだんに盛り込まれています。撮影の舞台裏では、メンバーの平野翔ガン太、神宮寺優太が和風のセットの中で活発に動き回り、キレのあるダンスを披露しました。さらにはドリフターズのコントを彷彿とさせるたらい落としのシーンまであり、ファンを楽しませる内容となっています。メイキング動画では、クレーンカメラを使った撮影の様子や、カメラ越しに見える3人の姿、 むき出しの木のステージでダンスする姿などが映し出され、その舞台裏の努力や工夫が垣間見えます。ファンからは、かっこいいとかわいいの渋滞、裏側が見られて嬉しい。たらい落とし最高、といった声が寄せられ、ボンの盛り上がりにさらに火をつけています。この MV は、日本の良さを世界に伝えたいというクリエイティブな意図が込められており、そのこだわりが感じられる作品となっています。 特にたらい落としのシーンでは、本家ドリフターズの高木ブーさんが、世界へ広めてくれてありがとうとインスタグラムでメッセージを送ったことが話題になりました。ナンバーアンダーラインアイの3人も、そのメッセージに応え、世代を超えたコミュニケーションが生まれました。このような交流が実現するのは、エンターテインメントの力を感じさせます。さらに、ファンたちはメイキング映像をもっと見たいという声を上げており、 初回限定版にブルーレイで収録してほしいという希望まで出ています。これはファンにとって贅沢な願いであり、幸せな悩みとも言えるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の3人は、ただかっこいいだけの MV でも十分に再生回数を稼げるでしょうが、和の要素を取り入れたクリエイティブな作品を作ることで、日本の文化を世界に発信しています。彼らのダンスはキレがあり、見ているだけで引き込まれますが、 さらにユーモアを交えたシーンが加わることで、より多くの人々に親しまれる作品となりました。この新曲、ボンは、盆栽という日本の伝統文化をテーマにしており、ミュージックビデオでも、その美しさや静けさを感じさせつつ、現代的な要素を取り入れた斬新な演出が光ります。和のセットで繰り広げられるダンスやコントは、見る人に新鮮な驚きを与え、 同時に日本の文化に対する関心を高めることに成功しています。ボンのメイキング動画を通じて、ファンは撮影の裏側に触れることで、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがどれだけの努力を重ねているかを知ることができました。クレーンカメラでの撮影風景や、カメラマンとメンバーとのコミュニケーション、そして何度もリハーサルを重ねる姿は、プロフェッショナルとしての姿勢を感じさせます。また、たらい落としのシーンでは、 メンバーが笑顔で楽しむ姿が印象的でした。このようなユーモラスなシーンがあることで、MV 全体の雰囲気が和らぎ、より親しみやすい作品となっています。ドリフターズのコントをオマージュしたこのシーンは、若いファンだけでなく、幅広い年代のファンにとっても楽しめる要素となりました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、ただ歌って踊るだけでなく、日本の文化を取り入れたエンターテインメントを提供することで、 の心を掴んでいます。特にボンのような楽曲は、盆栽という静かなテーマを持ちながらも、エネルギッシュで躍動感あふれるパフォーマンスを見せることで、新たな視点で日本の美を表現しています。この MV の制作背景には、数多くのクリエイターたちが関わっており、その緻密な計画と実行力が作品の完成度を高めています。和のセットデザインには、細部にわたるこだわりが見られ、 伝統と現代の融合が巧みに表現されています。例えば、ステージに使われた木材は、日本の伝統的な建築技術を取り入れたもので、その質感が映像に温かみを加えています。撮影現場では、メンバーがリラックスしながらも集中して取り組む姿が見られました。特に、ダンスシーンでは、何度も振り付けを確認し、完璧なパフォーマンスを目指して練習を重ねる様子が映し出されていました。 その努力の成果が MV の中で見事に表現されており、視聴者に強い印象を与えています。さらに、メイキング動画では、メンバー同士の親密なやりとりや、撮影スタッフとのコミュニケーションも垣間見えます。これらのシーンは、ファンにとって非常に貴重であり、彼らの人間味あふれる一面を知ることができます。例えば、たらいが落ちるシーンでは、リハーサル中に何度も笑いが起こり、 和やかな雰囲気の中で撮影が進められていたことがわかります。また、セットの裏側では、スタッフが迅速に動き、照明やカメラの位置を調整するなど、プロフェッショナルな仕事ぶりが見られました。これらの努力があってこそ、完成度の高い MV が生まれるのだと改めて感じさせられます。特に、クレーンカメラを使ったダイナミックな撮影は、視覚的に非常に効果的であり、見るものを引き込む力があります。 ナンバーアンダーライン愛のメンバー側のセットで踊る姿は、まさに日本の美を象徴しています。彼らの動き一つ一つが、まるで盆栽の仕様のように繊細でありながらも力強く、見るものに強い印象を与えます。このようなパフォーマンスは、彼らの高い技術と表現力の賜物であり、多くのファンが魅了されています。また、MV の中で見られる笑顔や楽しそうな表情は、彼らの自然体を感じさせます。 特に、たらいが落ちる瞬間のリアクションは、何度見ても笑ってしまうようなユーモラスなものであり、このシーンがファンに愛される理由の一つとなっています。ドリフターズのコントをリスペクトしつつ、自分たちのスタイルで表現することで、新しいエンターテインメントの形を生み出しています。このボンのメイキング動画は、彼らの努力や情熱を知るだけでなく、日本の文化をどのように取り入れているかを理解するための貴重な資料となっています。 ファンにとって彼らの成長や挑戦を間近で見ることができるこの映像は非常に価値のあるものと言えるでしょう。さらに n o ーアンダーライン I のメンバーは SNS を通じてファンとの交流を大切にしています。特に今回のメイキング動画公開後には多くのコメントやメッセージが寄せられ彼らの影響力の大きさを再確認させられました。ファンとのコミュニケーションを重視することで 彼らの人気はますます高まっています。意が込められたこの映像は、単なるエンターテインメント以上の価値を持っています。それはファンにとって、彼らの成長過程や努力の裏側を知る貴重な機会となり、さらに深い絆を築く助けとなるのです。この MV の成功の背景には、ナンバーアンダーライン i のメンバーだけでなく、多くのスタッフやクリエイターたちの協力がありました。例えば、 振付師の細やかな指導、セットデザイナーの緻密な計画、カメラマンの高度な技術など、それぞれの専門家たちが一丸となって作品を作り上げました。このようなチームワークがあったからこそ、完成度の高い作品が生まれたのです。メイキング動画では、こうした舞台裏の努力や工夫が詳細に紹介されており、ファンにとって非常に興味深い内容となっています。特に、 クレーンカメラを使った撮影シーンでは普段見ることのできない視点からの映像が楽しめより立体的な理解を深めることができます。これによりファンは MV の完成形だけでなくその制作過程にも感動を覚えることができるのです。また、たらい落としのシーンで見られるようなユーモラスな要素はナンバーアンダーライン愛が持つ独特の魅力を引き立てています。彼らのパフォーマンスにはただかっこいいだけでなく 見るものを楽しませるエンターテインメント性があり、そのバランスが絶妙です。ドリフターズのオマージュとしてのたらい落としは、世代を超えた笑いを誘い、ファンにとっても新鮮な驚きとなりました。